皆さんこんにちは。今日は中学校1年国語で学習をする漢字の組み立てや部首について勉強をしていこうと思います。部首といっても小学校の国語の学習でも勉強しているかとは思うんですが、そういった基本を復習しつつ、皆さんがどれぐらい部首のことを知っているのか、部首の知識があるのかといったことも確認しながら進めていきたいと思います。まず部首というのは漢字を構成する要素の一つになります。大きく7種類に分かれるというふうに今言われています。変、作り、冠、足、垂れ、尿、構えの7種類です。例として私は木偏、山作り、浮かむり、レンガ、これは劣化とも言います。まだれ、新尿、門構えを出してみました。それでは皆さんがこの部首を持つ漢字をどれぐらい知っているのかということを力試ししていこうと思います。私も同じように書いていこうと思いますので競争してみましょう。ではこれから1分、どこからでも構いません。知っている漢字を書いてみてください。それでは競争しましょう。用意スタート。はい、どうでしょうか。1分経ちましたかね。はい、どれぐらい書けましたか。私は木偏だけは4つ書けたんですけど、その他は全部3種類ということになりました。私よりもたくさん書けたという人いますか。はい、いっぱいいるみたいですね。さすがです。はい、このようにですね、1つの部首に対して仲間っていうものはたくさんあったりします。同じようにこの変や作りにも仲間はたくさんいて、木偏の他にもたくさんの変があったり、山作りの他にもたくさんの作りがあったりします。こちらはちょっと難しくなるかなというふうに思うので、それぞれ変から構えまでのここに書かれている部首以外のものに何があるのかというものをちょっと記憶を総動員してもらって、他の紙に書いてみてください。それではこれはちょっと時間がいると思いますので、3分、まあ、しっかり考えたいという人は5分、動画を止めてもらってしっかり書いてみてください。それでは動画を止めて仲間を書いてみてください。どうぞ。はい、どうでしょうか。たくさん仲間は書けましたか。答えがないと不安かなというふうに思いますので、私が用意した例を出します。これぐらい書いてみました。どうでしょうか。皆さん正直なところ変はたくさん書けたけど、それ以外はちょっと数えるほどしか書けなかったっていう人が多いのではないかなというふうに思います。はい、変、そして作りは結構たくさんあるんですね。しかも作りの方は名前が2種類3種類あるものもあったりするので、漢和辞典によって表記が違うこともあります。はい、どうでしょうか。私が書いたもの以外のものが書けている人いらっしゃるでしょうか。はい、原則1つの漢字に部首は1つというふうに決まっています。
ですが、部首というか漢字を構成する要素というのはたくさんあるので、例えばまた戻します。この木偏と山作りを組み合わせて作った漢字、思い浮かべますかね。学校では習ってない漢字だと思うんですが、皆さん読めると思います。杉という漢字です。木偏でもあり山作りでもある。では杉の部首は何でしょうというふうに問われた時に、答えとなるものは何なのかということを考えた時にですね、答えはやはり木偏なんですね。はい、皆さんも知ってると思うんですが、杉の木というのはやはり樹木ですので、木という要素がある木偏ということになります。じゃあこの山作りはどういう意味なのかということになるんだけれども、この山作りというのはこう流れる紙の形であるとか、刷毛でこすった跡という意味があります。だから形という意味があるので山作りの部首ということになります。はい、そういうふうに考えたときに、他にも間違えやすいものの代表として聞くという漢字があります。この聞くという漢字はですね、やはりどうしてもメジャーな部首としてこの門構えがあるので、門構えなのかなと思われがちなんですけど、これも同じように考えると部首は耳になります。なぜかというと、人の話を聞くとき皆さんが使うのは耳だからです。同じように言えるのが問題の門、問うという字です。皆さんは質問をするときどこを使いますか？口ですよね。そう考えたら、やはりこれも門構えではなく口ということになります。この他にもメジャーな部首を構成として持つ漢字なんだけれども、その漢字の部首は何かと問われた時に、そちらではないパターンのものが意外とあります。それが漢字の字の方です。このメジャーな部首といえばやはり浮かんぶりですよね。なんですけど、浮かんぶりではなく、これも子という、こちらの方が部首ということになります。このように部首は覚えたらいいっていうものでもなくて、意味があってその部首があるというのがあります。そう考えた時に、覚えて終わりの学習にするのではなくて、あ、これって実はこっちの部首だったんだっていう発見をするのも、なかなか楽しい経験なのではないかなというふうに思います。5番を空欄にしています。これはですね、例えば皆さんが今まで一番たくさん書いてきた自分の名前の漢字、これがどういった部首を持つ漢字なのかというものを改めて調べてみたりであるとか、今配布されている教科書をバラバラっとめくって適当に指さしたところにあった漢字が何の部首なのかを当ててみるとか、そういった学習の仕方もあるのではないかなというふうに思います。今日得た部首の知識を使ってさまざまな勉強の仕方があると思います。ここから先は皆さんに任せます。いろんな学びをしてみてください。以上です。ありがとうございました。